どうも、内山美恵です。今回はコミュニティデイやっていきましょう。大遅刻、はい、実はね、もう12時はとっくに過ぎておりまして、みんなより1時間ぐらい遅れなんだけど、どれぐらい集まるかやっていきたいと思います。今回はバンギラスということで、ヨーギラスからね、サナギラスにしてバンギラスに進化させるために飴が125個必要なわけなんですけれども、ほい、スタート時で今のところヨーギラスの飴が10個だけですね。いっぱい集めなければいけません。それでは早速行ってみよう。さあ、記念すべき第1匹目のヨーギラス、街中にヨーギラスが溢れている。めっちゃ嬉しいですね。何これ、この道具を使うことができませんって出た。え、入るのいいでしょ。なんで、え、ズルの実ならいけんのかな。はい、え、ダメだ。なんだこりゃ、バグですかね。しょうがないよね、これで。ファイルの見つかれなかった。で、逃げられるっていう。困りましたね。今だけかな。ちょっと困るね。まあまあ、次行ってみましょう。キラーンしたー。え、もう、え、やったー。早速色違いヨーギラス出てきてくれた。おい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 、これもう山場的なやつ、もうなんかそこ迎えたっていう感じね。いや、とにかく私運がいいですね、ポケモン GO に関しては。よっ、やったー。実はさ、今さ、ちょっとズリの実で行こうか迷ったんだけど、さっきパイルの実が使えなかったから、ちょっとね、挑戦してパイルの実にしたからヒヤヒヤしてました。その分ね、ハイパーボールにしたんだけどね。いやー、キラキラしてる、めっちゃ嬉しい。色濃い抹茶色ヨーギラスですね。よかったー。さあ、気になる個体値は、いいね。え、じゃあこのままもう色違いにできるじゃん、バンギラス。あ、ちっちゃい子大好きね。やったー、早速ヨーギラスゲットです。ちなみにさ、もうね、色違い出ないような気がするんだよね。あの子の子もね、違ったんですけどね。なんか今のでもう色違いに会えないような気がする。しょっぱな出ちゃったから、ネガティブ発言ねとか言いながら、この動画の中でさあ、私は何匹一体色違い捕まえられるのでしょうか。こうご期待ですね。おー、いっぱい出てきてくれてますね。3匹セットが出てますよ、ここに。あー、くるくるしてる。あー、いけたいけた。やっぱあれかな、今日はね、都会に来てるからね、電波が結構ネットワークエラーがありそうな感じがする。よし、ゲット。はい、どんどん行きよう。あ、今あれですね、フィールドリサーチの方でもこうやって出てますけど、ヨーギラスセットみたいな、これね、ヨーギラスを3匹捕まえるっていうのが出てるもんね。あー、1匹消えた。あー、出てきた。さあ、色違い来るかな。あー、来なかった。これはね、飛ばさず私はちゃんと捕まえてから次のヨーギラスさんに行きたいなと思いますね。はい、はい、ゲット。もしかしたらね、こうヨーギラスの候補退治があるかもしれないですからね、出会った方は大事に行きたいと思いますよ。ヨーギラスのこのニョン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 みたいな、この踊ってる感じが可愛いですよね。よいしょ。さてさて、おお、クリティカル、いいね、気持ちいいね。ゲット。でね、近くにですね、どこだどこだ、ほら、あと5分で卵が割れるんですよ。受け取る受け取る、しまして、近くで5玉だね。
よし、じゃあこのレイドバトルもゲットしていこうと思います。これ捕まえながら行ってるわけなんですけど、なんか道行く人、携帯持って構ってる人見ると、全部が全部もしかしたらコミュニティで参加してる人なんじゃないかっていう、このっていう風に見えちゃうんですよね。でもね、コミュニティデーなんだけど全然コミュニケーション取ったことはないんですよね、未だに。あそこにいるなとか、あポケモン GO してるのかなっていう人は 見かけるには見かけるんですけど、どうコミュニケーション取るんですかっていうね、はい、ところなわけですよ。のー、聞いたー、やったー、ファイルで行く、よし、ファイルで行ってしまえ。だけどその代わりハイパーボールで、ちょっと待ってね、これ両手でいく、両手でいく、せーの、はい、クレート入って、あーノーマルだ、捕まるかな、おーびっくりした、20パーね、おっとけ、2匹目ゲット、やったやった、個体値どうだろう、見てみよう、じゃん、普通、さっきの方が良かったね、ゲットです、ほい、そんな感じで、ああもう割れてる、海洋が割れている、やばいやばいやばい、入らなければ、あ触れてたかな、割れちゃってたね、いけるか、あ6人いる、2人、10人入れる、間に合う、3人大丈夫かな、やばい、溢れた、前回ね20人で21人目で私1人になっちゃったこと、20人よかった、そんなに人いっぱいいるのかな、ちょっと見てみよう、覗いてみよう、すげえ、めっちゃ人いっぱいいる、すごいね、コミュニティデーにプラスして繁華街だからみんなポケモンしに来てるんだね、きっと。海洋画戦はこのメンツでいきます。お、この間にもブルブルしてくれてる、ゲットゲット、ヨギちゃんでありますように、ポチポチしてね、あ幸せ卵、うん、おほほーい、入った入った、よかったよかった、星のかけられるとこか、とりあえず。そう、最近気づいたんですけど、私が使わなければずっと溜まっていく一方だってことに気づきまして、まだね TL が上げたいので、 TL35 かなので、幸せ卵をね、こういう時に使っていかないとね、うん、ちょっと遅かったけど、さあ行ってみよう、海洋が用意スタート。今回のコミュニティでは本当に1ヶ月前から楽しみにしていて、なんでかっていうと、こうやってね海洋がとか新しいポケモンって出てて、超強いやつとかレアなやつとかっていっぱいねあるにはあると思うんだけど、やっぱりどうしてもね、こうポケモン GO を最初始めた時の名残なのか分かんないけど、バンギラスへの憧れって結構あって、上手な人がバンギラスをいっぱい持ってるイメージだったんですよ、私の中で。なんでね、バンギラスで6体捕まえて、バンギラスだけでこうパーティーが組めた時はもうめっちゃ嬉しかったし、でまたさらにね、今回のコミュニティでバンギちゃんが10パー増えるって思うと、もうね、ワクワクがもう止まらないですよ。すげえ、首長いナッシーがめっちゃいっぱいいる。よし、電池は 8% 電池は持つのでしょうか、こっちの心配が多いな。さあ行くぞ、さあ何球目でゲットできるかな、海洋が。ただね、コミュニティでやりたいからね、結構早めに捕まえたいよ。おあーやばい、あれ私今さパイルの実あげた、もしかして。あーよかったよかった、金釣りだった、危ないな。グレート、あーいー、よいしょ、こっちまでやったことないけど、ノーマルかー、今グレート入ったらなって思ったけど、まあ最初からうまくいかないですね。やべやべ、電池4パーよっ、はい、よいしょ、グレート、さあそろそろ来てくれると、あ
よし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 、ほい、はい、グレート、はい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 、ラースト2球、うん、はい、やべやべ、ラスト1球だ。これで弾かれるのは怖いから、威嚇した後に行こうかな。いやでも行っちゃおうかな、行っちゃいましょうか。よっ、もうノーマル頼む。やりました、やった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 、でそのまま急いで行こう、はい、はいはいはい、コミュニティで戻ります。やった、ゲットです。うわ、めっちゃショック。今ね、色違いが出たのにバグってるやん。うー、しょうがない、ちょっとね、色違い3匹目だったんだけど、一回アプリ落とします。なんかさまよい歩いてたらお祭りやってて、ヨギさんもここの公園いっぱいいるんですけど、タイフェスティバルやってました。あ、すごい、あ、なんだろうこれ、これって何ですか。あのドリアンって臭いやつ、見て、このマンゴーとドリアンだって。ちょっとドリアンはちょっとあんまり得意ではないと思うので、マンゴーいただきます。ありがとうございます。んマンゴーいい、めっちゃ美味しい。やばい、バンギ捕まえなきゃ。タイフェスティバルやってます。めっちゃめっちゃタイになってる、すごい、めっちゃタイでした。さあちょっと人が多いから逃げよう。3匹目出ました、よかった。さあパイルで、パイルで攻めますよ。おー、ノーマル捕まえておくれよ、行けよ。よし、ゲット、いいね、いっぱい色違い出てくるね。さあさあ、気になるのは個体値です。あ、まずまずか、まあ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 、へー、4匹目やったー。あ、間違えた、そうだ、パイルで行くんだった。パイル、パイル、パイルで、ハイパーでノーマルだけど、まあまあ、この子はね、CP があんまり高くないからね。やったー。なんか色が濃いといいね。普通か。OK。さて、そろそろお時間となってまいりましたので、進化させていきたいと思います。あれ？色違いが、1、2、3、4。あれ？ 5 匹になってる。さっきのエラーだったやつも、ゲットできちゃってる。あ、よかった、ラッキー。そんなことあんだね。じゃあまずは色違いのバンギラスを、あ、いや、ヨギラス、ヨギラスを、あ、私の飴何個、結果ヨギラスの飴が478個集まりました。さあ進化進化、行ってみよう。途中ね、タイフェスティバルに行ってみたり、スタート時間がみんなより1時間ぐらい遅かったりしたんですけど、こんだけ集まるもんだね。頑張った、今回は頑張った。おお、さなぎって感じですね。はい、まずはさなぎラスになったので、こっから100個使ってさなぎラス進化じゃーい。さあ、いけいけ、ドドンドンドドン。色違いバンギきた。あれ、なんかすごい、うーん、あ、こういう色なんすね。はあ、よし、色違いゲットです。そして進化させていきたいと思います。さあ、使えるバンギラス1体また増えましたね。今回はね、飴いっぱいゲットしたから、まずはサナギラス、はい、からの、さあ待ってましたよ、バンギラス、バンギバンギバンバンバンギ、色違いもう1体進化させちゃおうかな、どうしようかな。
強化に使った方がいいかな、飴ね。できた、強いバンギゲットです。あざーす。じゃあ星つけとこ。はい、というわけで皆さんコミュニティでいかがでしたでしょうか。こんな感じでね、ポケモンをしながらだけど街を見れたりお散歩ができたり、なんかそういうのが楽しいなと思って、なんかね、散歩ついでにこうポケモン GO で遊べるっていうのがすごくいいなと思って遊んでます。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンと、まだの方チャンネル登録お待ちしております。ツイッター、インスタグラムいますので、内山美恵でチェック、フォローよろしくお願いします。動画でね、入りきらなかったこととかをツイッターとかインスタとかやってますので、ぜひぜひよかったら見てみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。